君だねファック杉本さあファックさんファックさんさあ配信をご覧の皆さんファックスの汚い顔を見てやってください。さあご存知の方も多いと思いますが塩沢杯ではクソゲー決めて勝ってるのが義元の方です。しかしその時の悔しさ忘れていないはずだという名人。さあ義元もねさあやっぱり佐賀とは厳しいとおじさんボーイも厳しいといい感じで紛れ込んでるみたいですが、さあこの辺りグラップを追い下げの遅らせ5番ローリング。しかし基本的に火力の差はね大いにありますから、先日みぞてるが孫に勝ったっていう話も聞いてるはずだ。自称全員一自称してるからにはそういった他のブランカ使いの活躍悔しいはずだ。さあワンチャンはあるのか義元。さあスカルトクソゲータイムがクソゲータイムが、さあバックスフィニッシュも出た。さあ皆さんバックスは興奮すると大蹴りますからゲーセンで見かけたら注意してあげてくださいね。さあ記念すべき1勝目バックスがもぎ取ることができるのか。さあそれ相手バックスペース、さあいいショットで早く取る。さあこれはワンチャンありそうだ。さあワンチャンありそうだぞ。さあ2位からしっかりガペ。さあ残り60ペースは木本ペース。しかし孫にはまだゲージがある、ワロスがある。さあしっかりウルコンをゲージを貯めて出すところは出していく。さあ2ヒットさあバカアバカ引きつけ遅らせ、しかしフリットしない。おっと読んでる。さあこれはさあイエクトバカさすがの通信心。さあワンチャンありそうなところがこれが底力。さあ2セリ入ってスラまで投げ上げアップ引きつけやばか2セリ電撃中足ダイヤシェダウン取ってアバカ。このアバカのね精度これがグラマスですね。さあこれはスラから投げはグラッペ投げられるとね2分の1ですから。さあさあさあ2セリ同じ過ちは繰り返さない、それが通信。さあ見てる冷静めくり義元さんなんかしたことないの。うわークソゲーにされなくてよかったね本当危ねTUC さあ TUC この辺りは神奈川の強豪を指名してくる。いやーしかし本当改めてこれで数見てみると
孫のプレーの精度の高さ、底力、本当に感じますね。さあなぜかケーキ2個目、なぜかいつの間にいつの間にどんどん減っていくケーキ。まだ負けてないよ。早く倒さないと、早く17人倒さないとなくなっちゃう。なんというリスク。さあ1個ぐらいは孫の口に入るでしょうか。さあ見てる飛び道具の反応、さあグラツシカ、ちょっとこれが2ヒットなんですね。いろいろと1人からですね。他のキャラであればセビが入るところが、まあセビ対策というわけでもあるでしょうが、さあこれは相打ち、さあ飛んでる、ダブに重ねはお見通し。さあ孫の誕生日お祝いムードからかなりまあガチンコな雰囲気になってきた。花を持たせるわけではない、強さをただ証明してほしい。さあおお、俺初めて見た、え、こんなんあったの。振り向きウルコン、これなら画面端のカス当たりもしない。さあ移動アバカ、さて次はね、今何人目ぐらい、今6、7人目、7人目なのかな、何人目だっけ。じゃあどうしようかな、まあ、ここら辺でリクソン行っちゃう、行っちゃう。さあリクソン下がった、ちょっと寂しそうな顔してたから、どうせ俺は選ばれねえんだろうなとか。